3月24日、ハウスダンスクロッシング2019が行われました。日本各地からハウスダンサーが集まり、さらに海外からもたくさんのダンサーがいらっしゃいました。DJ のジャスエドさんも、やっとお目にかかることができて、僕は最高に幸せでした。DJ タイムもすごく楽しかったです。ターミナルに引き続きですが、シンボリズムファミリーツリーにも参加させてもらいました。去年から、参加させていただいている、シンボリズムの中心とした、クルーなんですけど、去年よりも一層こうクルー感というかチーム感がすごい増したショーになったんじゃないかと思います。いろんなこう作品を作っていく過程で先輩たちから学ぶことがいつもとても多くて、僕にとってはすごく貴重な時間でした。では最後までご覧ください。Thank you.
Oh, can I show?